皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年2月14日、20時53分、2日前に、兄の仲町の、ほっかほっか亭だったと思います。お弁当屋さんの名前が、お会計が終わった後17時って言われたんですよ。それね、僕言われても家の前が17時なのか、以前どこかで誰かがその横すれ違った時間帯の場所なのか、17時にどこにいてもいいのか分かんないんですって。本当にこれだから2日前に言われたでしょ。だから2日前のことなのか、そのもう ここからね、イオンモールの間までだったとしても、それなのか、その次の日のことなのか、今日のことなのか、全然わからない。で、もともと天気予報、2月14日、雨、報道ステーション。バレンタインデーです。僕がチョコレート全然ちゃんともらってないっていう、その今までね、淡井圭介と結婚話をしてテレビを出た人たちで、ね、確か一時期、僕は20歳ぐらいの頃、20歳過ぎの頃、なんか僕宛に手紙書いた人たちの手紙がなんか押収されてたでしょ。で、多分最初209の奥田さんとこだったんじゃありませんか。いや、もうその時僕手紙ほとんど見てないから、何が何やら全然わかんないんですよ。何が起きてんのか、そもそもで言うと、本当にそのまだテレビもその時仕事場でちょっとあって、数ヶ月後とか半年後とか1年後とか1年半後とかに あの現れる人覚えてられるかって言ったら絶対無理で、本当にで、それからテレビ出て、でテレビ見ていて、ああ、あの人かと、昔の記憶とかが戻ってきて、ああ、あの時に会ったあの人かと、これなんですよ。で、そう、だからその状況ね、天気をコンピューターの先読みして報道ステーション。2日前か3日前の、報道ステーション。雨。2月14日全国的に雨。晴れたでしょ？人間の方法でどうとでもなるから、もうこんぐらい雨。いや、これが正しいかどうかはっきり言ってわからないんですよ。多分、ゲームしてぐらいの方が良かったと思う。一応気温とかも、2日前と今日と気温かなり上がっています。2月14日だからバレンタイン。誰か渡してあげるやろ、誰か渡してあげる。明日気温下がります。誰も渡してくれなかったから。で、これ今結婚希望相手を佳子様にしている以上、まあ、普通に考えたら、それを知った今までテレビ、ある程度の期間テレビ出ていたアナウンサーだとか他のものとか、まあチョコレートは多分その内容を知っていたら渡さないと思います、それで言うて。で、そうじゃなくて、僕が今求めているのは、その僕はね、精神病院に飲まされたっていう、そういう薬の件のことで、それを飲んだ人の話を聞いてどう思いますかっていうところで、素直な気持ちを書いて、実際に、そういう風な薬を飲んだ人と結婚したくないって、昔もこの話になったんですよ。で、テレビ出てるアナウンサーとか、それ、受け答えして、記録されてたでしょ？で、そのままみんなほったらかし、ほんと、集団訴訟をすればよかったのに、まさか10年以上ほったらかしにされると思いませんでした、本当に。で、その話は、置いといて、まあ結局、何十年も、バレンタインデーにチョコもらったことありませんと。その結婚までそれでなかったことにしてほしいとか、なんかそういうことなのかも僕もよくわかんないです、本当に。で、一応ね、近況報告ということでね、一応もうこれ笑いながら言ってますけども、もうさっきもね、もう何もかもが嫌になってたんですよ、本当に。で、なんでね、この件をいちいち言おうかなと思ったら、東京新聞で、インターネット記事で、とんでもない記事が出てきたんです。見て大爆笑。国会の答弁でね、甘利氏は、括弧時速45万円でお金を使い続けた、はてな括弧閉じる質問に来た首相。括弧、ですから適正に処理と認識、括弧閉じる。時速45万。
歳に35日間受け取った。持ってください。自民党の甘利幹事長が歳に35日で受け取った3億8000万円の政策活動を24時間時速45万円お金を使い続けならないと指摘されたことについて、岸田文雄氏は自分が適正に処理されたと考えを示し、これね、僕は伝えようとしなかったも YouTube とかでね、見出しが、ね、未来からの声が貴重だっていうのは分かります。それがなかったら地震に関して未来からの情報を聞こえてそれから動くっていう形式を作っておかなかったら、まあまず逃げれない。まあそれはホームページは YK ですけどにできるのは、あの一番のところの欄の、まあここ近日の日付に記載してあるスズメの涙という映画に関して、もともと未来からの時間軸からの声がけを行っていて、珠洲市のことでまず間違いないと思います。今回のあの石川県の能登半島の震源地で、まあスズメという名前にしたんだと思います。まあその話はそこを見てもらったらいいとして、話戻しますね。あの未来からの時間軸の声かけで、声かけというよりも、あの YouTube の見出しね、見出しを読むでしょ、読んだら読んだで現場の国会伝わってるんですよね、未来からの時間軸だから。後からつけられた字幕に国会の人たちが聞こえてきて、まあまあだから、いや、そのもう向こう聞こえてしまってるから、後から僕はね意図的に、いやもう字幕がついてますからっていうことで伝えてるんですけど、二階幹事長50億円の使い込み、もう何のことか全然わからない。窃盗犯でもね、裁判所でかけられるんですよ、タバコの法廷出されるんですよ。政治家してる人たちが、まあ多分なんかカジノ関係とかなんかそんなんじゃないですか。そのどういうことかよくわかんないですよ。現場で追及してた時の国会議員の人がプルってなっちゃって50億円って50億円使い込んでることになってる。いやもう字幕でつって状況分かっているから、向こうの方も別にその僕もちゃんと整合性合うようなこと言ってるから、いくらなんでも、もともと国会議員になる人は大きな会社の役員さんとか、裁判官とか弁護士さんとかだから、本当にそれも多分違う県のことを何か言ってるんだろうなと思うんですよ、ニュースとね。本当に普通に見てたらますます迷走します。この間出てきたニュースの、内容がそのいろんな人たちのまあ名前の横に何か数字書いてるんですけども、それ多分基本給だと思うんですよ。わからないですよ、しっかりとその後の書類見させてもらわなかったら。だから細かい内訳、何々がそのだから政務活動費の使い方なんですかね、何なんですかね。だから秘書官じゃなくてその民間人で秘書を雇いましたのお金なのかよく分からないんですよ、本当に。で住居手当あるのか扶養手当あるのかとか、そのボーナスあるのかだとか、休業保障をつけたのかどうかとか、どういうような形にしてたのかとか、名前の横にちょっと数字出されて、余計何が何か分かんない。さすがにただこれだけは言います。議会幹事長の
じゃあもう、だから、もう二階さん、昔幹事長だっただけで、今は幹事長じゃないでしょう。もうその時点でもう何がないやろ、僕も元幹事長だと思うんですけども、その56円に関して、そんな大金どこでどういうふうに使ってなくなるの？わかるでしょ？ パチンコ屋さんとか行ってね、スロットのところ、あれ、こう指で一応固定してるでしょ。そんなん極端な話したらね、2時間あんなの座りっぱなしでこんなことしてたらしんどなりません？座ってるお尻の方も、この腕でこう固定して、このままの姿勢でずっといるんでしょ。しんどなりません？ 50億円。パチンコ店の儲けよ。朝から開店から減って、座っていたとして、一生かかって使い込めます、50億円。わからない、一つの台だったら多分不可能だと思う。わからないんですよ。これ前一回計算したんですよ。あれ、3000円でしたっけ？ 5000 円でしたっけ？昔、友達に連れて行かれてパチンコ、無理やりさせられて、無理やりと言っていいぐらい、もう行きたくないって言ってんのに、俺は行くからと、俺の車やからと。3000円か5000円で弾購入して売ってたでしょ。あれ、僕も全然覚えてないから、パチンコ全然興味ないですから、店が勝つっていうことが分かってるから。建築費用と、その元で回収しなきゃならないから、人件費から、電気代とか光熱費。そんな分の悪い勝負しに行くっていう。パチンコ店に乗り込みと。大手振りと負けるようになってるから。いや、だから、5分で5000円なくなるんでしたっけ？ 15 分で5000円なくなるんでしたっけ？だからね、1時間で、何万もなくなるんでしょう、確か。パチンコって。なくなるときは、全く当たらないで。っていうことは、計算したら、総理の年収の1時間あたりの時間給ぐらいの人じゃないと。本当に1時間の価値。本当に お金の使い方。だから、本当にパチンコ屋さんにはまったら危険なんだろうなっていうのはわかるんですけども、今日だからバレンタインのことで、結局、なぜ、そんなかっこ悪い話をね、もう本当、多分僕、ちゃんと手紙付きでね、ちゃんとした、淡井さんのこと好きですっていうチョコレートをもらったことある記憶はないんですよ、全然、本当に。本当に。その後、恋人としてのお付き合いをしなかったら、多分もうみんな記憶残らないと思うんですよ。あと手紙渡してあげなかった。しかも双方。渡した方も多分 その後、電話も何もなかったらね、忘れると思うんですよ。渡す方も本当に。もうこの、例えば20年以上経過とかしたら本当に。多分ね、3年ぐらいで忘れると思いますよ。本当に。よっぽど思い出があったりしたら、悔しかったりしたら、悔しかったら悔しかったで、それはそれで記憶に残るんでしょうけども。だから、手紙も多分双方コピーしておかなかったら、手紙をつけて渡したの、渡してないだの、みたいな形になるんじゃないですか。で、あの時、ああ言った、こう言ったとか。だから、そういった話になる。でも今日も、誰か来るのかなと思って、とりあえずね、ここの部屋でずっと待機。遊ばないで、朝から。もうしんどい、もうそれだけでもきついから、しんどいから、ほんと、もうパソコンを打つのも、晴れませんことのやつがまだごちゃごちゃ言ってくるから、鬱陶しいから、電波込みで、本当に電波の声と2種類ある。もう一応それは、かなりの正確性で僕は見極めてます。
もうだからもうここでこの部屋にね暖房器具を置いて、あとはもうに座椅子でもう背もたれ使って、もうボケーってもうしんどもなんでっていう。で特にこういうデジタル時計をねそこに置いてればよかったんですけども、でもインターネット記事ともアクセスしたらダメかなと思って、誰か来た時に結局会えなくなるのかなとかで、結局インターネット記事さえ見れない状況でそのもう今日買い物行ってね、晩ご飯買いに行ってで帰ってきて、で、もうええわインターネット記事見ようと思って見たんです。その前一旦もうここ2日間ゲームしてなかったんですけども、インターネットゲーム我が天下と我が天下戦国武、自分の提案で作ってもらったゲームでまだお金の支払い一銭もしてもらってないのに、もう9割方僕のアイデアですよ我が天下の方はね。で、その後インターネット記事を見たら、その二階さんの記事はちょっと前記事というより YouTube で見て、でそれは現場で質疑している国会議員の人に伝えました。伝わざるを得ないから、もう字幕の内容が伝わってた言ってるから国会議員50億円使ったことになってる、もう笑い出しそうになって言ってるから僕もちょっともう50億もう字幕でそうなってますからってこう伝えてでそのさっきのインターネット記事速45どんなパチンコなんやたま10箇所ぐらいから多分打ち出さなかった10箇所でも足らないかもしれない、それで全く1時間多分数字が確か3つ並ぶ、だったでしょ、で7でしたっけ、7だけな、7だけなのかな、よくわかんない、なんかそれも機種によっていろいろあるみたいで、なんかその大当たりのが来たら次もまた当たるとか、それで弾がたくさん出てくるとか、なんかそういう内容だったと思うんですよ。もうパチソラは全然わからないですよ。なんかこう回ってる絵柄を適当にこう手で押していって当てるんでしょう。でその辺のとこ そこから先よくわかんないルールで、どうしたらたくさん出てくるとか、それも僕よくわかんないんですよ。で、パチンコにもう本当もう嫌いだから、本当パチンコパチソラは本当にどう考えても分が悪すぎる計算したことありますから、まだ競馬だったら可能性があるっていう話、取り分JRA の取り分が7割か8割か、まあ、7割ぐらいだったと思うんですよ JRA の取り分、みんなが例えばかけたお金がね、例えば秋の天皇賞で、10億円の掛け金があったとしましょう。なかなかないと思いますよ。その、G1 でも10億円を一つのレースだけで突破するのって。だと思います。そのうちの7割ぐらいが JRA の、あ、違う、逆、ごめんなさい、逆。みんなに返還されるお金の確率が7だったかな。違うかもしれない。JRA の方の取り分が7割のような気がする。賞金額とか考えたら、本当に1着の馬と2着の馬とか、数字が本当ならね、本当ならとしか僕も言えないです。プロ野球選手のよくわかんない年俸っていう金額みたいな、年収6億円みたいな。絶対嘘でしょ、これ。総理ですら期間限定であって、安倍政権の時なんか安倍さん2400万円まで年収を落としたんですよ。もともと正式な書類では年収4000何百万円なんですよ。本当に。そこまで下げたんですよ。もう皆さんの諸事情がある。東日本大震災があるとかもういろんなことでね。もともと総理は3割返納、大臣、副大臣は2割返納、政務官の人は1割返納だったんですよ。昔から。で、もっと減らしていったんですよ。こんな年でそんなにもらってたら笑われますよって安倍さん言ってたんですよ、国会で。で、建設費用東京ドームが848億円とかするんですよ、土地代込みで。返済しなきゃならないじゃないですか。だから建てる前に、昔巨人ばっかり優勝していたから、普通の屋外の球場でね。だから、元ではある程度あった状態で貯蓄したお金から多分東京ドームは作っているから、もう多分今、借金返済してると思いますよ。選手にそんなわけのわかんない金額渡さないよ、本当に。
私言ったらもともと税金からどこの球場もお金、半分ぐらい出してもらってるから、本当に。で、例えば、西武ライオンズだったら、西武鉄道、西武グループ、西武百貨店とか。で、阪神だったら、阪神阪急ホールディングスで、阪神百貨店、阪急百貨店はまだあるのかな、ちょっとわかんないですけども、まあ、阪神電車、阪急電車。あと、まあ、株でね、阪急の方から、宝塚歌劇団のところとか。まあ、そこは正直足引っ張ってるよ、本当に。でもともとこれね、鉄道関係のところ大体まあ、昔近鉄バファローズだった頃、大阪の近鉄っていう列車があったんですよ。まあ今もあるんですけども、それで近鉄バファローズ、要するに球場帰った時のお客さん電車に乗ってもらって帰ってもらう、ちゃんとエコロジーな世の中でって考えたら、ガソリンのエネルギーの残存量とか考えたら、そしたら売り上げが上がるっていう形で、そういうケース。だから昔南海ホークスっていうものがあったんですけども、今、九州のソフトバンクで、その前が、ダイエーのソフトバンクホークスだったんです。で、ね、だからそこも南海鉄道なんですよ、もともと。で、阪急ブレーブスっていう球場が、阪神甲子園球場のすぐ近くに阪急ブレーブス。頭の中どうかなってるとしか思えないでしょ。同じ兵庫県西宮市。すぐ近く。多分普通に歩いて行く人だったら歩いて行くと思いますよ。いや、普通にこれ歩いて行けるねっていう距離だから。君も大体もともとそれぐらい歩いてるって、神戸市のね、兵庫区の、兵庫警察の人とかでね、もともと神戸市兵庫区東山町に住んでたと。東山高校。まあ、僕ぐらいの年齢とか、まだ残っていらっしゃる年上の警察官の方だったらわかると思いますけども、家の前がディスカウントストア、トポスっていう大英系列の安売りの店、鉄骨抜きの建物。もう6階建てが2階建てになりましたか、阪神淡路大震災の時。鉄骨抜きだったから。鉄筋は入ってるんですよ。鉄筋だけじゃ絶対無理ですから。マンションって。マンションというか、コンクリート仕立てのビル。絶対コンクリート重たいんですから。中に、鉄骨が入ってないとダメなんですよ。鉄筋じゃ無理です。鉄筋っていうのは、こういう細い、針金をこれぐらいの太さにしたような、まあ、材質が違うんですけどね、針金はちょっと。まあ、金属の、棒を何本もこう、何十本、と一つの柱のところに入れてるじゃないですか。中央のところに鉄骨を入れてなきゃならないんですよ。工業のこう、アルファベットで言うと、まあ、立てると H、ハード、意味硬い。だから H と E の区別がつかなくなった人間も、言ってるかよ、全然かみはなく。H の意味は、ハロー、ハッピー、ハード、ヒット、ホームラン、ホットとか、だからもう、アルファベットのね、ちゃんと、最初から最後までしっかり言っても、もともと話長くなってごめんなさいね。もうここから先もう笑い話だから途中から気づいてると思いますけども、こんな、もう最後の方まで笑い話ですから、適当に聞きたい人だけ聞いといてくれたらいいですか。第二次世界大戦の前までは日本とアメリカ仲良くしてたんですよ。で、今、まあ、国連がありますけども、第二次世界大戦の頃は、国際連合は、40カ国加盟してるか加盟してないかで、その前が国際連盟の頃で、第一次世界大戦の頃だったんですよ。で、日本も最初、国際連盟に加入してたんですけども、途中で脱退したんですよ。アメリカは参加しなかったから。その前に日本とアメリカ何してたかって言ったら、日米野球してたんですよ、ほんと。で、向こうのサイヤング投手って、もう若いでしょ、神がかり的な力から何から何まで若返らせた方が、年いった人たちね、能力高くなる、頭なんか借りたりとかいろいろ。サイヤングっていうのは、ヤングは若いでしょ、日本語の最も若いでサイヤング投手だったんですよ。その関係でね、仲良くしてもらえばよかったんですよ。ハネムーンっていう言葉もね、結婚式って、
まあ何年ぐらいからその一般人にも普及したのかどうかわからないです。で、その新婚旅行のことをハネムーンって言うじゃないですか。で、多分それも日本語と英語つけて 作り上げられた言葉なんじゃないかなって。いや、飛んでいくでしょ、飛行機で。羽、日本語の羽、飛ぶ。ムーン、月、羽ムーン。いや、これ探したらね、これ、どうやら淡井さんの言ってることの方が正しいんちゃうかっていう話になってくるんですよ。いろんな国の、言語とか、いつの時代に宗教がどれぐらいの範囲に広まっていったとか調べていったら。ごめんですね、お寺関係で何かあったんですよ。土葬の話と、日本語と、何かあったんですか？それちょっと今思い出せないですね。まあ、ちょっとこの話置いときましょう。まあ、もう長くなりそうで、もうこれぐらいにしておきますね。もうしょうもない話したら、延々と今から続けるだけになりますんで、もうこれぐらいにしておきます。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。これが私の、本日は2024年の、バレンタインデーでした。期待するだけ期待して、チョコレートどころか、書類の一つすら、署名一つすら持ってこない。もうこれが現実。もうだいぶ前。本当ありの第一ターン入ってないんでも、そういう話を広げて、この辺に入り込みに来た人間とかね、それ聞いてた人たちいっぱいいるんですよ。だけど、もうみんなすぐ忘れるんですよ。で、その精子の生産されなくなる薬から奇形児とか生まれてる、そのベトナムのね、南北戦争の時にベトナムの、枯葉剤によってベトちゃん、ドクちゃんが生まれたっていう話も、あれもフェイクニュースで、多分昔から人口の数を抑制しようとして、ああいう風な、精子の生産されなくなる薬、昔のものと今のものタイプは違うかもしれないけども、それでベトちゃん、ドクちゃんが生まれてきたんだと思いますよ。そういう方法も間違いないと思いますよ。口から含まなかったら、そうそうそんな風にはならないと思いますよ。どう考えても。だって、森の中に住みます？枯葉剤。でしょ？まあ、一応最後は真面目な話、締めくくっておきます。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。もうごめんなさい。これが僕のバレンタインで ここでも昼過ぎぐらい、昼前ぐらいから、もう向こうから鬱陶しいから、その羽も成功ついたら、もうここで、何もしないのに、ぼーっとですよ。17時過ぎどころか、19時過ぎまで、それでやっと、もう買い物行こうって。ひどいでしょう。向こうの世の中絶対どうかしてますよ。つい最初の頃ね、僕のことを、浮気者だの何だのって言ってたやつがテレビ局でね、それっぽい言い回しをしてきて、一般人でものすごい数の人間が大誤解。全部話聞いてみたら、この人全然悪くないやんっていうことになるから、何から何まで全部、その春山整骨院にね、叱りに行った話とか、それ普通だから、もともと。その辺で、例えばね、家の隣の空き地でね、子供がサッカーをしてたとしましょう。で、それをドラえもんの世界で言うと、雷さんっていう人はね、例えば、ボールがこうね、家に当たったりだとか、まあそれでね、怒鳴ったりとかするじゃないですか。まあそれとも同じですよ。誰か本当は叱る人がいなきゃなんない、大人の世界でも。だからまあ、もうやめときます。気になくなるんで。以上です。重複する話になるんで。